アイギスです。開けてもらえませんか？よかった。またあなたと会えた。ごめんなさい、急に来て。だけど私、どうしても話がしたくて。私、思い出したんです。皆さんは忘れちゃってるみたいですけど、私、また思い出した。私たち、あの時。すみません、こんな、ただ全部思い出したらなんだかあの最後の戦いの時みたいにあなたが遠くへ行っちゃいそうで。今日卒業式の日ですよね。ごめんなさい、式もう始まっちゃいましたね。外とってもいい天気ですよ。覚えてますか？みんなで約束した場所。先に行ってましょう。平穏の戻ったこの街が一番よく見えるところに。いよいよお別れの時が迫りました。最後になりますが、私たちは先輩方にお会いできたことを心から誇りに思います。皆様方のご健康とご活躍を心よりお祈りし、お別れの言葉といたします。2010年7日、在校生一同より。続きまして、卒業生答辞。卒業生代表 D 組、桐城満さん。はい。学園で過ごした最後の年は私にとって大役を拝命しての1年となりました。生徒会長の任を果たすにあたり、私は考え、1年前のこの壇上で皆さんに言いました。未来の時間には限りがあるということから目をそらしてはいけないと。思えばこれを考える機会を与えられたのは運命だったのかもしれません。ご存知の方もあると思いますが、私は昨年父を、病で失うという試練に。
しいな、あの人がスピーチ突っかえるなんてさ。こういう場所だし、お父さんのこと少し思い出しちゃったんじゃない？思い出した。そう、私は父の死に触れ、一度は生きる意味さえ失いかけた。あれ、私、大切なこと、真田先輩？いや、ちょ、なんすか？でも今は違う。父の意志は私が継ぐ。未来から逃げない。必ず受けて立つ。覚悟にはもう一点の曇りもない。なぜなら、約束。なぜなら、私には大切な仲間がいて、そしてどんな未来からも目を背けないと誓い合ったからだ。先輩、私たち、あいつとアイギスのこと。あ、分かっている。みんな行こう。おい、待ちなさい。指揮の最中だぞ。気持ちいいですね。私、春をこうやって体験するの初めてです。でもこの季節もやがて過ぎていってしまうんですね。あなたと一緒に戦って、世界の終わりと向き合って、私ようやく少し分かりました。私の探していたもの、生きるってどういうことなのか。それは多分、逃げないできちんと考えること、終わりと向き合うこと。どんなものにも必ず終わりが来る。どんな命もいつかは消えてしまう。それが自分にも来るっていうことを見つめた人だけがきっとわかるんです。自分が本当に欲しいもの、生きる証が何なのかってことが。自分の力が足りないって思った時、悔しくなったわけも今ならわかります。守ることはもう私にとって与えられた役目じゃなかったんです。いつの間にか私自身の望みに変わってて、滅びと向き合うって決めた時、はっきりわかったんです。二度とあなたに会えなくなるって想像したら、自分の望んでることが初めて分かりました。だから私決めたんです。私これからもずっとあなたを守りたい。あなたの力になりたい。こんなのきっと私じゃなくたってできることだけど、でもいいんです。そのためなら私はきっとこれからも生きていけるから。ありがとう。そうですね、おかしいですね。せっかく大切なことが分かったのに、こんな。私には絆を結んだ人たちがいる。きっとありふれたことでいい。大切な誰かのためにって思えること、それだけで人は生きていけるんですね。私も生きていけます。あなたを守るためなら。
れたでしょ。今はゆっくり休んで、私はずっとここにいるから。みんなともすぐに会えるから。安心して、いつでもそばで私が守るから。
と歌う世界を君の手で守ったから、今はただ翼を畳んでゆっくり眠りなさい。永遠の安らぎに包まれて Love through all eternity、 優しく見守る私のこの手で眠りなさい。笑ってた、泣いてた、怒ってた、君のこと覚えている、忘れない、いつまでも決して。 Until my life is exhausted、 まばゆく輝くひととき、みんなと一緒だった、かけがえのない時と知らずに私は過ごしていた。今はただ大切に忍ぶよ。 I will embrace the feeling、 君はね確かにあの時私のそばにいた。いつだっていつだっていつだってすぐ横で笑っていた。なくしても取り戻す君を I will never